皆さんこんにちは、キモチです。英語落語やってます。さあ今回なんですけれども、あなたの時間分けてくださいという動画です。いつ5月の14日朝から夕方までオンラインです。何に、はい、所属するトーストマスターズクラブの日本支部、その日本支部が開催する英語と日本語のユーモアスピーチコンテスト全国大会、そこに私キモチ出場することとなりました。先月4月17日に中部ブロックの代表を決めるスピーチコンテストが開催されました。告知動画も出したと思います。見ていただけたでしょうか。はい、そこで4部門エントリーした気持ちですけども、結果は3つの部門で入賞ということになりました。ありがとうございます。1つ足りない、英語落語家なのに英語スピーチ入賞ならず、くそ悔しい。全国の人にスピーチね、見てもらいたかったんですけど、他のスピーカーがね、素敵なスピーチ披露してくださいました。悔しい。そして、日本語のスピーチもですね、2位という結果で終わりました。ということは、1位となった日本語と英語のユーモアスピーチ、この2部門で全国大会に進出と相なったわけです。はい。ということで、5月の14日土曜日、午前中に日本語のユーモアスピーチコンテスト、午後から英語のユーモアスピーチコンテスト、それぞれ10時、日本語は10時、英語は14時、2時からの開催です。オンラインです。視聴するには入場料だとかそういったフィーは一切かかりません。ということで、皆さんの土曜日分けていただけますでしょうか。来週ですよ、もうね。今必死に準備しております。はい。で、自分ものスピーチもそうなんですけどもね、全国からすごいスピーカーが集まってきますので、もうユーモアですから、報復 Z ラスピーチ必死です。ということで、ぜひよかったらですね、5月14日、朝から気持ちに時間を分けてください。概要欄にですね、そのウェブサイトを貼っておきます。どうもウェビナー形式なんですけども、その URL はまだ発行されておりませんので、よかったらね、何度かこの動画を見に来てもらえたらなと。もしくはその貼り付けたウェブサイトに飛んでもらってですね、そこから追加情報を見てもらえたらなっていうふうに思います。はい。英語と日本語のユーモアスピーチで全国の皆さんを楽しませたいと思います。5月14日土曜日。一日あなたの時間を分けてください。はい。画面越しに皆さんの応援、あなたの応援をお待ちしております。気持ち頑張ります。それではよろしくお願いします。なんでかわかんないけど、今日は噛みまくりだな。なんかコンテストを前にして緊張してるんだろうか。そんなことはないはず。一週間後、頑張ります。